皆さんこんにちは。札幌園芸日記えりこです。今日は秋に種まきをした花のあの、その後の様子をご報告したいと思います、えー、今映っているのは金銭花カレンジュラです。で、えっ、ー、と1番画がね。今お花がこうやって咲いてるんですけど、このお花は実は1月の4日に咲いてくれました。はい。 その後もそれぞれのねつぼみが結構どんどん大きくなってきていてまああのこれからどんどん咲いてくれそうな感じですでなんとサルビアが咲きましたわーいこのような感じで紫色になって綺麗ですとってもはい下の方はねまだパラパラしてるんですけど はい、あとこっちはまだねこれから咲く感じです背がね背丈がかなり長くなってきているのでちょっともうちょっとね咲き揃ったら切り戻し,しようかなと思いますはいこんな感じですはい私の予想ではカレンデュラの次にあのヤグルマギ菊このコムフラワーが咲いてくれるかなと思ったんですがこっちがねまだ お花が咲いていてませんでこのね一番ひょろっとしたやつって成長が遅いやつだったんですけどこれがちょっと見えるか花芽がついて上がってきていてまあしばらくしたら咲いてくれるんじゃないかなと思っていますでねほかちょっと背がねこの元気だったやつは逆に背があんまりまだそんな伸びていなくって花芽もね ちょっと上がっってない感じちょっと今水切れしたような状態になってますけど、はい、これも1階で育てていますで1階の南の窓辺の部屋はストーブを入れないつもりだったんですけど今年本当に寒くって、えー、朝晩とかね5度を切れちゃう時が。 部屋の中で3度とかになってる時が結構あるので本当寝る前のちょっとの時間と朝起きたらちょっとの時間はちょっとストーブをつけて10度ぐらいになるようにしています。なんでねなるべくその5度以下のになってる時間帯が少なくなるようにと思って過ごしてるんですけどカレンジュラーはねすごく元気それでも全然元気に育ってくれてるんですが。 グルマギクがねなんとなく下の方のね葉っぱが黄色くなったりしていますちょっとそれでもお花頑張って咲いてくださいデリフィニウムはこんな感じに育っていますはい、ちょっとね茎が長い感じがするんですけど今ちょっと水も切れてるのでクタッとしてますが <laughs> はい、でもまあ元気に育ってくれてはいます、えー、昨年9月にね種まきをしてまあ暖かくなったら1植えしようと思ってるんですが今年お花が咲くものなのかどうなのかちょっと楽しみにして待っていたいと思いますはいこちらはゴールドスティックですこんな感じに大きくなってきました なんかね葉が長いのでね下の方が結構ちょっとねヘロンってなっちゃうちょっと触ったり触ったりっていうかね何かの表紙でちょっと折れ曲がっちゃう感じになったりしています、はい、だけど最近ねすごく新芽が増えてきたのでちょっと花が咲くのがいつなのかは全然わかんないんですけどこっちも順調に育っていますはい9月に種まきをして あの寒くなってからはね12月ぐらいかなあの室内でずっと育てている花たちが今ね綺麗に咲いてくれようとしています、えー、カレンジュラとコーンフラワーと、えー、サルビアと、えー、デルフィニウムとゴールドスティックを育ててる最中なんですけどえっ、ー、とまあ もうね園芸をずっとやってらっしゃる方には当たり前なのかもしれないんですがカレンジュラがねすごく強くって寒さにもね強くってでお花までもの期間もう割とあのー、短い冬に秋から冬に育てても、まあ、それなりに3か月ちょっとぐらいとかで花がついてくれてすごくねなんか今お気に入りではいまたね今年も。 秋まきは、もしやるとしたら、カレンジュラを育ててみたいなと思っています。はい、今日の札幌園芸日記は、ここまでです。では、皆さん、またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。